1912年、アメリカ合衆国大統領選挙のキャンペーンポスター。右は、アメリカ社会党の副大統領候補となった、ミルウォーキー氏のザイデル市長下水管社会主義とは、アメリカ合衆国ウィスコンシン州ミルウォーキーを中心として、20世紀前半から1960年頃まで展開された、社会主義運動を指す用語で、元は別称。ミルウォーキーは米国では、 例外的に社会主義運動が政治的に大きな影響力を持っていた都市であり、1910年にアメリカ社会党のビクター・エールバーガーをアメリカ連邦議会会議員に選出したほか、1910年から1960年にかけて中断を挟みながら3人の社会党員市長が長期にわたって市政を運営した。 下水管社会主義という言葉は1932年にミルウォーキーで開催されたアメリカ社会党大会においてミルウォーキーの社会主義者が同志の優れた公共下水道システムを自慢したことに対しモリス・ヒルクイットが彼らとその政策を表して編み出したのが最初とされる。ミルウォーキーでは1880年代から労働運動が盛んに行われた。 1897年にアメリカ社会民主党が結成されると、ミルウォーキーの社会主義者たちもこれに参加することとなった。1901年、アメリカ社会民主党と社会労働党の一部が合同して結成されたアメリカ社会党は、政党派、マルクス主義よりも民主社会主義を先行し、社会議論なり革命主義的な習字を極力避け、 公衆衛生の改善に尽力することを明言した。ミルウォーギーの下水管社会主義、者たちは新たな衛生システムや支営水道網、電力網、公園などを整備し、住宅地や工場の環境を向上させたのみならず、教育機会の改善も図るなど、産業革命の負の遺産の一層に取り組んだ。19世紀末から20世紀前半にかけてのウィスコンシン州では、 進歩主義を唱えるロバート・エム・ラフォレット・シニアが、下院議員、ウィスコンシン州知事、上院議員を務めた。下水管社会主義は、ラフォレットの唱えた、進歩主義と比較されることが多い。ビクター・エールバーガービクター・エールバーガーは、下水管社会主義を衝動した一人である。ユダヤ系オーストリア人に移民であるバーガーは、英語やドイツ語の日刊誌を発行し、選挙前となると、 ミルウォーキーの各家庭に無料で配布した。1910年には連邦議会下院議員に当選、米国初の社会主義者の連邦議会議員となった。バーガーは1911年から1913年まで議員を務め、落選を挟んで1918年に再選を果たす。しかし、合衆国の第一次世界大戦参戦に反対したために、 スパイ防止法違反の角で議席を剥奪され、欠員が宣言された。1923年の選挙で、同選挙区から議員に選出され、1929年まで下院議員を務めた。在任中に提案した、老齢年金や、失業保険、公営住宅といった制度は、後年実現にこぎつけた。バーガーが連邦議会議員に初当選を果たした1910年、 社会党はミルウォーキーの選挙で大勝利を収めた。エミル・ザイデルが市長に当選し、市議会、軍議会で多数の議席を占めた。ザイデルは米国初の社会主義者の主張である。ザイデルは1912年の大統領選挙で同党の副大統領候補にも選ばれている。この大統領選挙で社会党は 過去最高の得票率である6%を記録した。その後、ミルウォーキー市長選挙では1916年に社会党員のダニエル・ホーンが当選し、1940年まで6期24年に渡り、市長職を全うした。1910年の選挙時ほど、地方選挙における勢力回復はならなかったが、1940年の市長選で、 ホーンが敗北するまで少なからぬ影響力を及ぼすこととなる。それは1948年の同志長選でフランク・ザイドラーが3人目の社会党員主張として当選したことからもわかるであろう。なお、ザイドラーの退任以後、米国の主要都市では社会主義陣営の主張は誕生していない。社会党はロバート・ M ・ラフォーレット・シニアらウィスコンシンの信法主義者たち。 ウィスコンシン・進歩党とと思想なり政策なりを同じくすることが多かったものの、イデオロギーの面で隔たりが大きかったため、両者の間には緊張関係があった。社会党衆議会議員のジョージ・エル・ティウスが、失業給付をめぐり1932年に議論を行った際、進歩党を、脳がいかれた、社会党と述べたのである。両党は、 ミル・ウォーギーの選挙で候補をぶつけることはしなかったものの、選挙時に共闘体制を整えることも滅多になかった。特筆されるべき唯一の例外は1924年の大統領選挙で、この時には進歩党のラフォーレットシニア候補を社会党が支持した。両者の共闘関係が築けなかった要因としては、共和党に対するスタンスが挙げられる。 進歩党はもともと共和党の分派として発足したこともあり、党党とたびたび行動を共にした一方で、社会党は共和党を公然と非難したのである。進歩主義者の立場に立つ、キャピタルタイムズ紙の編集者、ウィリアム・エブジューは、1961年、自らが知る社会党議員について次のように記している。彼らには、決してロビーストが寄りつかない。 なぜなら、ロビーストは社会党議員に影響力を及ぼすことができないのを知っているからである。ありがとうございます。